初めまして、国立遺伝学研究所の長崎と言います。最初に、DDBJ リードアノテーションパイプラインの、紹介と実習、今回は RNA-seq の配列のデノボアセンブリを中心に、行いたいと考えております。で、本日お話しする、内容につきましては、こちらの http://go.gl/sj5by の方から、一応ダウンロードできるような形に、してありますので、よろしくお願いいたします。で、私長崎は、遺伝研大量遺伝情報研究室の、所属です。こちら、国立遺伝学研究所、富士山のふもとに、静岡県富士山のふもとにあるんですが、こちらの、生命情報研究センターという建物にいつもいます。で、2階が、いわゆる配列の登録なんかを行っている、DNA データバンクオブジャパン DDBJ がありまして、その上の、3階の方にいつも詰めております。で、こちらの、DDBJ は、欧州、EBI と、アメリカ、NCBI と密接に協力しながら、DDBJ エンブルジェンバンク国際塩基配列データベースを、構築しているところです。で、私どもはその、DDBJ と、一部協力しながら、塩基配列登録のシステム作り、支援するシステム作り、登録データの活用するシステム作り、高速シーいわゆる次世代シーケンサーですね、高速シーケンス配列の情報解析を、共同研究先と共同で行っております。で、近年、登場しました、次世代シーケンサー、高速シーケンサーと言われるものがこう出てきまして、短期間で、低コスト、大量の、塩基配列データがこう出力されるようになってきました。で、こちらの方には、最近、主だった、イルミナの、ハイセックやライフテクノロジーのイオントレント、また最近登場しました、パックバイオというものがこう並べてあります。で、今回はそういった、高速シーケンサーの、いわゆる仕組みとか構造についてはお話ししたいんですが、最近は結構便利なものになりまして、 YouTube なんかでそういった仕組みが公開されていたりします。なので、皆さん、各自検索していただけると、いいかと思います。あ、どこだ。で、そうした、高速シーケンサーが、登場した、ことによりまして、データ、保管場所の、確保や、こういった大量のデータなので計算、解析する計算機が、不足してしまったりとか、あと、解析のための人員が不足してきたという問題が、出てきました。そこで私たち、遺伝研 DDBJ と、大量研におきましては、データ保管場所の、確保としまして、こちら、NCBI の SRA、EBI の、ERA ともに DDBJ の方で DRA というものを、立ち上げまして、こちらDDBJ シークエンスリードアーカイブ DRA というものなんですが、こちらデータの保管場所、登録して保管するという形になりますが、こういった置き場所を用意しているというのと、計算機不足といった問題につきましては、遺伝研のスパコンシステムというものを、現在、無償で公開しております。
でこちらの、遺伝研の、スパコンシステムなんですが、最新鋭の、大規模クラスター型計算機、大規模メモリー共有型、計算機および、大容量、高速ディスク、装置が、配置された、いわゆるコンピューターシステムでありまして、いわゆる主にゲノム解析なんかを中心に、例えばその大容量の、高速、ディスク装置が配置された、こちらの、システムにおいては、例えばこうディスクアクセスが多いブラストや、あるいは、中規模大規模な、ゲノムのアセンブリーと目的に応じて使い分けることができるような形となっております。なんですが、こちらの、遺伝系のスパコンシステム、アカウント登録自体は、無償で、使っていただけることが現在のところ、できるんですが、実際ユニックス等のコマンドラインの操作が必要であったりとか、あと、データ規模やメモリー、そういった使用メモリーによって計算機能度を使い分けるなど、コツが若干必要となります。また、解析のための、人員不足といった問題が、あるわけなんですが、こういった問題に対して、我々としましては、DDBJ リードアノテーションパイプライン、通称、DDBJ パイプラインというものを、構築しまして、公開しております。こちらの、パイプラインなんですが、遺伝研の、計算機で分散処理を、実行しまして、先ほど話しました遺伝研のスパコンシステムを、裏側で利用しております。で、その、高速シーケンスデータ用の、クラウド型のパイプラインである。で、オンラインで無償で、現在、利用可能となっております。また、通常 の、マッピングやデノバアセンブルといった結構大規模で、さらに CPU やメモリを多く消費するながら、結構単純な K で、回れる、そういった、工程に関しては、基礎解析部というものを、用意しまして、実行してもらうと。またその後の例えばこうスニップの、検出ですとか、一部図紙もできるような形にしてるんですが、それあるいは、RNA-seq の、実際のマッピング用のデータを、ファイルを吐き出したりするような、ちょっとそれぞれの個々の、研究の目的に近いような、工程に関しては、工事解析部というものを用意しまして、そちらの方で解析してもらうような形になっております。で、こちらが、基礎解析部の、ログインの画面でして、こちらの方で、ユーザーアカウントを取ってもらいまして、キーワードで入力して、パスワードを入力して、入ってもらうような形になっております。今回は皆さんに講習の、用のアカウントを使って、ログインしていただく形になっております。で、この基礎解析部なんですが、13種類の、マッピングアッセンブル、ソフト、代表的なものを主だったものに対応しているような形になっております。古くは、Mac や、あるいは、皆さんおなじみ BWA といったもの、ボウタイ、トップハット、さらにアッセンブルにおいてはソープデノボやアビス、ベルエット、あと、RNA-seq 用の、アッセンブリを行う、トリニティといったものを準備しておりまして、さらに最近では東工大のプラタンスという、アッセンブルソフトおよび、パックバイ用のデータ用のアッセンブラー HGAP も、追加しております。さらに、公開の配列データの、自分たちが、用意した配列データだけではなくて、すでに今DRA 等で公開されているデータをこう読み込まして、自分たちがやりたい条件で再解析やったりを行ったりとか、あるいは自分たちの、手持ちのデータと、共通の同じ、解析方法で、比較するといったことも、可能となっております。
また、レファレンスの配列等も、まあ、あのジェンバンクと公開されているものから、ダウンロードして使えるような形になっております。さらに、このように、ジョブの、ステータスの画面を、確認するような形になっておりまして、まあ、現在どのような、段階になっているのか、および、そのかかった処理にかかった時間等を表示することが可能と、なっております。で、これらは、マッピング、アセンブル、それぞれ、2のスパコンで、行っておりまして、マッピングおよび、アセンブルで、まあ、マッピングの方よりアセンブラーの方が、メモリとは多めに取るような形になっているんですが、このような形で、実行できるような風になっております。さらに解析終了を、メールで、個々のユーザーに、送信するという形と、あとサムツールズ、ファスター等の、まあ、共通のフォーマットで出力するような形になっております。さらに、基礎の、結果を受けて、工事解析部というものを、実行できるような形になっているんですが、こちらはウェブアプリケーションの、Galaxy を、利用しておりまして、その Galaxy で多様な、構造機能のアノテーションに、まあ、対応していると、基礎部のデータファイルを、まあ、活用しまして、SAM や MPyLab、あるいはファスターのファイルを、こう参照して実行するような形になっております。で、その工事解析部なんですが、例えば、高速シーケンサーのマッピングの結果をこのように、まあ、スニップの状態を、図示したりとか、あるいは RNAseq の、まあ、カフリンクスを、まあ、実行しまして、こうGTF から WIG にフォーマット変換、さらに、UCSC のゲノムブラウザー上で、まあ、その発現状態を表示できるような形にしたりとか、まあ、あるいは、チップセックにおいては MAX という、ソフトウェアを実行するような形になっております。で、今回は、RNAseq の、まあ、デノボ、アッセンブルの結果、これを、まあ、あの工事解析部の方で、まあ、機能、構造を推定していこうということを行おうと考えております。方法におきましては、まあ、トリニティで基礎解析部のトリニで基礎解析部を実行しまして、それを、デノボでアセンブル、その結果を得ました、結果として出てきましたファスターファイルを使って、まあ、こちらアミノ酸変換を行います。で、こちらはもともとトリニティのパッケージに入っている、ソフトウェアを、利用するんですが、長い ORF かつ、ドメイン予測のハマーというものを、内部で実行してまして、まあ、モチーフ検索をして、最適な、アミノ酸配列のフレームを抜き出してくるという、ものです。さらに、ユニプロット、スイスプロット NR 等の、まあ、ブラストP をまあ実行しまして、プラスの結果を得るというのを一応実習でお見せいたします。で、その、基礎解析部でまず最初に行う RNAseq の、デノボアセンブル、こちらはまあトリニティで行うんですが、このトリニティについてまあ簡単に説明させていただきますと、インチワーム、クリサリス、バタフライと、まあ、あの工程が3段階に分かれてまして、主に、まあ、イモムシ、サナギ、バタフライ、チョウチョに相当する、工程が名前が付けられております。で、その最初に、まあ、そのインチワームの方なんですが、K、まあ、これ、まあ、大体25ベースに25万に相当されているんですが、これで、まあ、ざっくりアセンブルして、コンティグを作成する。また、クリサリスにおいては、スプライスバリアントや、パラログ由来のコンティグを集めて、まあ、クラスター化しまして、コンティグの共通部分に、まあ、をもとに、どういう経路を取ってつながっていくかという、まあ、グラフと言われるものを作成していきまして、バタフライにおいては、
そのグラフを精査していって、スプライスバリアントやパラログを再構成するという、形をとっております。また、こちらの詳しいアルゴリズムについては、こちらの論文等や、以下のサイトを、参照してください。で今回その、RNA-seq のデータ、こちらは、ミドリフグの、データを使います。この、ミドリフグですが、まあ、最大で、全長17センチ観賞魚として、まあ、ポピュラーな存在であるというのと、2、3センチ程度の幼魚が多くの、熱帯魚店で、まあ、売られているという比較的、まあ、身近で見ることができる、魚です。でこちらの SRR、042533、まあ、エントリー SRA の012701というファイルを使いまして、まあ36ベースの、だいたいそうですね746、リード746万リードの、ものです。で、まあ、シングルエンドで比較的コンパクトなものなんで今回これを実行させます。もともと DDBJ パイプラインの方から DRA で検索して読み込むという方法を、紹介しようかと思ったんですが、今回ちょっと大元の SRA の方のデータの不備でうまく、DRA から、パイプラインに流すということがちょっとできなくなってまして、今回は FTP を使って、データを、入力しまして、それを実行するというやり方を、お見せします。こちらの方法につきましては FTP のクライアントのソフトウェアが必要となりますので、皆さんには、データを入れるところだけお見せご案内するという形に、させていただきます。で写真なんですが、私ども、遺伝研大量遺伝情報研究室の方々および開発に携わってもらっております富士ソフト株式会社の森崎さんおよび DDBJ の方々に感謝させていただきます。本研究は科研費のゲノム支援および基盤支援の支援を受けておりまして、私ども大量研におきましてもこちらの DDBJ パイプラインを柑橘類、野生稲、ミニトマト、ゼニオゲ等の、まあ、変異解析や、こちら民間と共同研究で行っておりますがパラゴムの木のアッセンブル等に、使用しております。で本日の、実習の内容なんですが、その DDBJ パイプラインを用いたデノボ、の RNA-seq のアッセンブリというのを行います。最初に、DDBJ パイプライン基礎部への配列データのインポートをお見せいたします。で皆さんにはもうすでにインポート済みの、ファイルで処理していただくという形をとっておりまして、次の、プリプロセス、これは 何をやっているかというと、いわゆる、配列データの、まあ皆さんご存知かもしれませんが、リードのクオリティスコアの悪い部分というものをまあ除去すると、そうするとまあマッピングやアセンブリの状態が比較的良くなるということで、そういったことを、やってもらう工程をちょっと試しにやってもらいます。それからさらに、トリニティでまあジョブを実行しまして、DDBJ パイプライン工事解析部、こちらで、まあ、変異解析、いわゆる、アセンブリーした結果のアノテーションを行うところを、やりたいと思っております。で、さらに、お配りした資料なんですが、その中には DDBJ パイプラインへの、まあ、アカウントの作成方法や、DRA から DDBJ パイプラインへ配列データをインポートする方法を合わせて載せてますので、後の参考にしてください。それでは DDBJ パイプライン、
こちら基礎部への配列データのインポートというところを、まあ、紹介させていただきます。ちょうど、お手持ちの、資料でいうところの21ですね、3枚目の、裏のとこから、始めさせてもらいます。こちら、まず最初に、こちらはまあ皆さん後でやっていただく形になりますが、DDBJ パイプラインのサイトに、ログインします。それで、公衆のアカウントで、ログインしまして、こちら FTP のアップロードと、まずちょっとあれだよね、こちらが、まあ、DDBJ パイプラインログインした後の、画面なんですが、このように、最初に、クエリファイルを入力する方法を、まあ、選択するような形になっております。で、 FTP のアップロード、これ自分が持ってます、まあ、例えば DRA に仮登録したもの、さらに、もうすでに公開されている DRA からインポートして実行する場合、さらに、先ほど話しました、プリプロセスでマッピング等を行う場合、HTTP アップロード等があります。基本的には、HTTP を介して、データを、こちらのパイプラインに移すことも可能なんですが、やはり時間がかかってしまうということで、お手持ちのデータに関しては、FTP のアップロードを、推奨しております。でこの際に、FTP の、クライアントのソフトというのを、各自用意してもらう必要がありまして、私どもとしては、MacOS 上ではこちらの、サイバーダックと呼ばれるもの、さらに、Windows においては、WinSCP といった、ソフトがありますので、そういったもので、実行していただけるといいと考えております。で今回こちら手元に置いてありますのが、MacOS なんで、サイバーダックで、実行しまして、あれ、あ、来た来た来た、まあ普通のフェッチとか、まあ、そういったものと、非常によく似てるんですが、こちら、まあ、新規接続で、で、こちらの FTP SSL というものを、選んでいただきます。でサーバーの、名前が P データ NIGACJP とありまして、ポートがまあ21番のポートを使用しております。こちら、今お配りした手元の資料の25のところに相当してますが、で、公衆の
アカウント、今回は、公衆01を入れさせてもらいまして、公衆01というものを入れております。で、接続というのを見ると、あ、接続に失敗しましたと出ました。あれ？通常はうまくいくんですけど、ちょっとお待ちください。っていうような。ネットワークし。ああ、もういいや。右側。あれ、いかねえや。あ、間違った。P データ2部だ。続ける。こうして、うまくつながったんですが、見てみますと、まあ、クエリーと書かれている方と、まあ、あとギャラクシーと書かれている方があります。こちらクエリーと書かれている方が、基礎解析に、データを読み込ませる、フォルダーでして、ギャラクシーと書いてあるのは工事の方となっております。で、そこでこちらの配列を入れてやると、まあ、実行が始まるという形に、なっております。で、このままやっていくと、まあ、時間かかっていますので、ちょっと今回は停止しまして、まあ、あのうまくいったということで、ちょっと話を先に進めさせてもらいます。で、あらかじめちょっとあのデータはもう入れさせていただきまして、で、そこでその結果を見るときは、あ、そうだ、まず FTP のアップロードというのがなっておりまして、add new sequence file と見ますと、こちらの方にデータが取り込まれているという形になっております。で、ここら辺は、もう皆さんすでに、皆さんのアカウントでそれぞれ作ってあるんですが、ちょっと見てもらいまして、そこで、読み込ませたデータをクリックさせまして、で、ネクストとやります。で、緑服のデータはこちらなので、SRR の042533というものなので、これを選びまして、これがどういったものかというのを、認識させる必要があります。で、こちらで、通常ペアですと、まあ、あのセレクテッドファイル1と2と出てくるんですが、まあ、今回シングルなんで1つで、それで、まあ、シングルエンドの配列で、まあ、因数かけたシーケンサーは、まあ、イルミナのものとなりまして、でこちら要求されればなんですけど、どういったものかというのを、まあ、尾行で書くというふうに、なっております。でこちら、まあ、非常にラオトンニグまああの
緑フグ、手伝うどんと、学名で入れまして、まあ、サブミットとしてやると配列自体の登録は完了という形になります。で、今回皆様には、のアカウントでは、ここまでは、済んでいるはずなので、この後の操作というのをちょっと、皆さんにやってもらおうかと思っております。ではちょっと最初から、やり直す形で、お手持ちの、資料の、22のところにちょっと戻ってもらいまして、 DDBJ パイプラインの方にログインしてもらいます。こちらの、資料におきましては、例えば、DDBJ のこちらの、まあ、Google で DDBJ と検索すれば DDBJ のサイトが出てきますので、そちらの方で、検索解析というのを選んでやりますと、ちょっと大きいね、この、実際シーケンス解析のところに、まあ、DDBJ リードアノテーションパイプラインというのがあります。で、ちなみに英語で見ますと、サーチすら、アナリスと書いてあるところの、ネクストジェネレーションシーケンスアナリスと書いてある下ですね、そこから入るとこちらログインの画面になります。ここまで大体よろしいでしょうか。あるいは、http のコロンスラッシュスラッシュ p.ddbj.nig.ac.jp で直打ちしてもらっても入れます。OK。よろしいでしょうか。で、いや、OK。Thank you。では、次に、皆さんお手持ちの、こちらの小さい紙にあります、下の、以下のユーザー ID と、パスワードを、入力してもらいます。よろしいですか、はい、いいですか、すいません。で、ログインで入ります。で、ここまで入ってもらいまして、で、次に、ストリーを加えて、ちょうど、今度はプリプロセスというのを、実行してもらおうかと、思います。先ほど、お見せした FTP でアップロードした結果からの、ファースト Q ファイル、実際は、このような形になって、おりまして、最初にあのファスターのフォーマットだと、リダイレクトのこちらの形になって、まあ、タイトルが入って
その後配列が入ってくるというものなんですが、ファースト Q におきましては、こちら、リード配列の、タイトルが入って、まあ、場合によっては、まあ、親切に、レングスまで入ってるんですけど、その後に、配列、さらに同様に、まあ、タイトルが入りまして、こちら、を表しているのが、それぞれ、この1ベースずつの塩基のクオリティを、表している、いわゆるアスキーコードと言われるものです。で、例えば、こちらウィキペディアなんかで、説明を見てみますと、まあ、このような書式になっているというのと、あ、英語の方がいいんだよな。それぞれの、クオリティの計算方法と、英語の、こちら、英語版のウィキなんですが、そちらを、見ますと、もうちょっと親切に確か書いてあって、それぞれの、ファースト Q のバージョン、まあ、例えばこうイルミナだったら昔のものだと、このフレッドに64足すとか、ちょっとバージョンが異なっているときに、どういった形で、それぞれ、クオリティが割り振られているかという、まあ、図が載ってますので、ご参考ください。で、そこで次に、こちらの実習に戻りますが、左側の、メニューのところの、ステップ1のプリプロセス、プロセッシングというのがあります。こちらをクリックします。で、次に、クエリを選択するんですが、一応 FTP でアップロードしたという形になっておりますので、左側の FTP アップロードというのをクリックします。そうすると若干皆さんアカウントによってちょっと異なっちゃってる場合もあるかと思うんですが、このように SRR の042533というのがこう入ってると思います。それをこう選んでみてください。で、NEXT。そうすると、どういった条件で、その配列のトリミングを行うのかという条件が書いてありまして、まず最初にこの、トリミング自体は、フレッドスコアを認識して削っていくような形になっておりますので、フレッドのバージョンを入力するような形になっています。こちらはもうかなり、フレッドのプラス64というのは、例えばこうイルミナでいうと30数ベースの頃のもののやつなんですが、まあ、最近のものですと大体フレッドのプラス33でいいと思います。今回のデータはもともと、DRA から落としてきたものなので、DRA で落としてきたデータっていうのは基本的に33で直しております。なので、こちら33を選んでもらいまして、次に、スレッシュフォールド、だいたいいくらぐらいで切ればいいか。だいたいまあ、デフォルトでは一応、QV20 以下をの、除くという形にしてまして、今回一応19にしてあります。で、
次に、こちら、QV のスレッシュホールドなんですけど、トリム後の、リードの中に、まあ、QV、この場合だと14以下が、まあ、30% 以上含まれていたとき、まあ、リード全体を、まあ、こう除いて、まあ、端っこから削っていくだけでなくて、これ私どもの一応独自のアルゴリズムで削っているんですが、中央部分が質が悪かったりすると、そのリードをもう丸ごと除いてしまう。また、ペアエンドの場合は、その両方のリードを除くという形にしてまして、それを、大体足切りをどこら辺にするかというのを行っております。で、全体の、スレッシュホールをどれくらいにするかというのを、まあ、決めておりますが、まあ、基本的に、このままで実行するような形で、まあ、ネクストにしまして、そうすると、終了時点で、Eメール越しに、連絡が来るようになっております。で、個人の、アドレスを入れてもらうような形にしております。で、こちらは、私の今現在アドレスというふうになっておりますが、まあ、そのままランとやると、実行するような形になります。ここで、まあ、OK としちゃうと、まあ、実行が始まるわけです。で、これで、実行が始まった形となってるんですが、で、実際本当に動いてるのかどうかというのを、見ようと思うと、こちらの左側の、メニューのところの上から順番に見てきまして、ジョブステータスと呼ばれるものがあります。これをクリックしてみる。とすると、皆さん実行しているジョブが、まあ、今動き始めましたよという形で、まあ、ジェネレーティングという形になっております。で、こう、一部なんか人がかけたやつも、まあ、見えちゃったりするんですが、ここで、自分のを探したいときは、show only your own job とやって、チェックして、リロードしてもらうと、自分のかけた、実行したジョブだけ、表示するような形になっております。で、実際、ジョブが終わった形になっておりますと、コンプリートになっておりまして、で、これは以前自分がかけたものです。で、今、実行してもらった場合は、ランニングとなってこう出てきます。で、試しに、皆さんには、こちらの Show Only Your Own Job と書かれているところを、まあ、ボタンチェックしてもらいまして、で、一回リロードしてみてください。ここまでわからなかったりとか、できないとあれば、お教えしますが、いかがでしょうか。どなたかちょっと分かんないよって言われる方は手を挙げていただければよろしいでしょうか。では今これ回ってるものに関しては大体まあデータ量少ないので大体14分ぐらいで終わってます。まあ混み具合で結構サーバーの具合で変わってくるんですが、まあ前回私がかけた分には14で終わってました。で、皆さんのお手元の、表示につきましても、もうすでに終わったコンプリートのものが用意されていると思います。で、そのものに関して、例えばこうビューとこれをクリックする。そうすると、実際書け終わったもの、まあ書けたシークエンスと書け終わった結果を、まあダウンロードするような形に
なっておりまして、さらにこちらの QS アベレージ、QS カウントと書いてあるもの、こちらクリックしてみますと、全体の、クオリティスコアとポジションの関係を、示した図なのが、出てきます。で、最初にこれは一回こう、ファイルの中の履歴を全部、読み込みまして、それでその状態を表しているもので、まあ実際この後から、クオリティに合わせて個々のトリムを行っているという形に、なっています。まあ配列、1からこう、まあ、36ベース前なんでこの長さなんですが、徐々に、まあ結構クオリティが下がっていくというのがなんとなく分かっているような図になっておりまして、さらにもう一つはこれは大体、トータルで、そのクオリティいくつぐらいのが多いのかというのを表している、グラフです。こういったものを一応見ることをできるような形になっております。で、ここに実際にどういった、まあ、コマンドなんですけど、コマンド、これらの工程が、始まって終わったのがいつ頃というのが書いてあるような形に、なっております。で、こちらの配列、落としてきて見てもいいんですが、まあ、1.3 ギガあるのでちょっと今回は避けたいと思いますが、ちょっと試しに僕だけやってみます。そろそろ落ちてくれるでしょうか。ちょっと時間かかりそうなのでやめてしまいますが、これ実際見てみると、先ほどはまあイルミナのシーケンサーなんで長さが結構揃って36ベースものになってるんですが、まあそれが、クオリティに合わせて削れている形に、なっているはずです。で、これらの配列を、今回のこの配列を使って、デノボのアセンブリを行いたいと思います。で、今回プリプロセスの結果を使いたいので、左側のメニューのアナリシスの下、プリプロセッシングスタートというものをクリックしてもらいまして、で、これはちょこちょこなんか自分で書けてるものがこう出ちゃってるんですが、多分、皆さんのところにも、SRR の042533と書かれているものがあるはずです。こちらを、クリックしてもらいまして、NEXT。そうするとこのように、次に、マッピングをするのか、あるいはアッセンブリをしたいのかという選択の画面になります。ここまで皆さんよろしいでしょうか。では、続けさせてもらって、こちら、今回はRNSEC のアセンブリということなんで、アセンブリの方を、ラジオボタンをクリックします。そして次に、トリニティというのをこちら選びます。でその次にネクストしてもらって、こちら、かけてるのが、いわゆるシングルリードなので、
これで、まあ、ペアの場合は2つこう並ぶんですが、これでいいかというのをコンファームします。そうするとまあ 4問、アセンブリーしたいものをこう選びまして、で次にネクスト、で、次に、まあセッティングの方なんですけど、大体処理が軽いか重いか、それに合わせて、使用したいノードを、いわゆるスパコンの方のノードを選択できるような形になっております。で、基本的にはなんかローの方が安定して動くことが多い。というのはなんかハイで選ぶと結構その他にもいわゆるニグのスパコンを使っている人が、いわゆるメモリー要求をこうバッとかけてバッと回していることが多くて、若干、自分のジョブが回ってくるのに時間がかかる場合があります。で、あまり特になんかあのハイセック の, あのフルで、まあ、人のデータなんかとかではない場合は、通常ローでかけた方がサクサクっと終わる場合が多いです。で、次に、そのアッセンブリーをしてそれぞれの向きを、見たい。例えばこうご出し側から決まったように、例えばこう ORF が入ってくるか、いやそんなもんわからないとなった場合はノットスタンドスペシフィックというところを、選びます。で、次は、まあ、これはあの 内部で実行する、まあ、トリニティの、まあ、コマンドなんですけど、まあ、8CPU ほどで回ってまして、次につないだ配列の足切り、現在ですと、まあミニマムのコンティグの長さが、200以下を除くという形になっているんですが、今回はちょっと501ぐらいでちょっと長いやつを抜いていきましょうと、やります。そうすると、まあ、501以上の配列のみを抜いてくるような形になります。で、次にこちらその結果を例えば DDBJ に登録する際に使うか、そうした場合、いわゆる、WGS という、登録のカテゴリーがあるんですが、その時用のフォーマットを出力したりすることが、可能になっております。で、その時に大体どれくらいの足切りでやるのかっていうのも、まあ、設定できるんですが、今回その DDBJ に登録するわけではサブミットするわけではないのでここはチェックしません。で、NEXT とやります。そうすると、終了したときに、送られてくるメールのそのアドレスを聞いてくるのと、以下以下カクカクシカシカの、条件で実行しますという確認の画面が出てきます。で、これ戻ったらもう一回設定し直しが可能です。で、ここでランとすると実行しますかと聞いてくるので実行しますとやります。で、先ほどと同じような形で本当に、まあ実行かかっているのかどうか、どれくらい進んでいるのかというのはジョブ、左側のメニューの
ジョブステータスというところの、デノボアセンブリで見ることが可能となっております。で、自分の分はこれで、先ほどと同じように、他の人のジョブも、変わってますので、Show only your own job というところを、まあ、チェックしまして、リロードとすると、まあ、自分のかけた分が、確認できるような形になっております。ここまでよろしいでしょうか。で、ちなみに、コンプリートと書いてあるのは、自分がかけたやつです。あるいは、私どもの方であらかじめちょっと、試して確認用にかけたものでして、コンプリートと書かれているものを、クリックしてみますと、プリプロセスと同じようにその時の結果ファイル等が落とせるように、なっております。で、ここで、結果見ようと思いますが、一番下のところでダウンロードと、皆さん結構ダウンロード自体は結構サクサクいってますでしょうか。すいません、どこからやればいいですか。ですね、先ほどの結果の画面、こちら終了しているものからビューを見まして、で下に下がってもらって、リザルトのダウンロードっていうのがあるんですよ。リザルトのところが空欄になってる場合って、空欄になってる場合、それはまだ終了してない、コンプリートっていうところですよね。はいはいはい、終わってませんか。空欄なんですよね。コンプリートって言って、はいはいはい、ビュー見ます。あ、本当だ。あ、これね、あれなんですよ。これ、フリープロセスのやつですよね。で、なんで、ジョブステータスのデノボアッセンブリーってあるじゃないですか。はいはい。で、それでもう一回同じように自分の選んでもらって、そうすると終わったやつ、まあ、ビューで見てもらって、それ、あれか？トリニティか、それ。ちょっと待ってよ。トリニティでやりました。あ、はいはい。ちょっと待ってください。ダウンロードして、今週11日ですよね。どうしようかって。ちょっと URL、今週11。テキ数は開くんですか。え、DRA なのか。皆さんの分ちょっとそこ用意できてなかったっぽいので、ちょっと結果をお見せします。はい、でよろしいですかね。あ、すいません、すいません、ちょっと不手際がありまして、実際これは終わったものをこう見てみますと、ダウンロードとありまして、それをクリックします。その場合、どれだ、
ああ、プリニティのファスターだから。終わるとこのような形でファスターのファイルができてくるようになります。で基本的に先ほど501以上としたので501ベース以上のアセンブル結果のみを出力するような形になっています。じゃあ、次に例えば、こうした、ファイルこれらの中に、まあ、実際どういった遺伝子が入っているのかというのはちょっと気になるところだと思うんですが、それをちょっとこれからどうやって調べるかというのを、ご紹介いたします。で、先ほどの、同じく左側のメニュー、こちらアナリストあってステップ1、その下ステップ2というのがこうあります。でそこのワークフローと書いてあるところを、クリックしてもらいます。そうすると、工事解析の、ギャラクシーの画面となります。ああ、そっか。で、ここまで大体皆さんよろしいでしょうか。で、いくつかその、ギャラクシー上のツールっていうのを用意してあるんですが、まあ、ギャラクシーの画面こちらいわゆるツール各種がありまして、このような形で、それぞれの、スクリプト、ほぼこういった工程をやるっていうスクリプトが並んでいる。さらにその真ん中のところに、いわゆる、結果を表示したりする画面があって、さらにその後に、ヒストリーといいまして、このように、それぞれの、実行した結果を表示する、ファイルをこう並べるリストを並べる、部署があります。で先ほど、かけた、トリニティの結果、これをギャラクシーの方にインポートしてやるという操作を行います。でその時に左側のツールのワークフロー、ここを下に下がっていきまして、ちょうど真ん中ぐらいのところですかね、アノテーションフォーデノボアッセンブルドシークエンスというと項目があります。あ、ごめんごめん、すみません。最初にデータインポートします。ワークフローとあるところの下がってインポート、サムファイルをインポートする場合、サムツールズの、M ファイルをインポートする場合等がありますが、インポートのコンティグファスターファイルというのがあります。これを、クリックしてもらう。そうすると、この実行した文に関しては表示するような形になっているんですが、見れなかったりとかしますでしょうか。ありません。出てこない。インポートコンティグファスター。はいはい。これ。あ、できない。なんでだろう。
なんか リストの一部は出てくるはずなんですけど、いわゆるあのテーブル のジョブ ID とかそこら辺は出てきて、何も出てこない場合はなんかその下がなかったりとかそういうことがあるんですが、ちょっと読み込みかかってますね。うん、出てこないですか、はい、ちょっとなんか向こうの方もお時間取ってるみたいなんで、はい、ちょっとお待ちください。最近ちょっとギャラクシーちょっと混んでるみたいで、ええ、出て、ああ大半まだ結構時間かかっちゃってるかな。半分ぐらいですか。そうですね。ちょっと時間かかっちゃってますかね。わかりました。ちょっと時間かかっちゃってるようなんで、あの一応、ね、はい、彼が言ってたんですけど、であのインプット、コンティファーストパーのところを右クリックにして、はい、新しいタブで開くと出てきます。何でか知らないと。え、マジですか。出てきてね。行きました。新しいタブ。皆さん行きました。新しいタブだと出てくる。よくわからない。ちょっとなんかちょっとブラウザにちょっと違う可能性もあるんで何とも言えないんですけど。Firefox はそれで開く。開くですか。はい。皆さんちなみにこちら Firefox を使い。新しいタブでも出ない人もいるみたいです。あ、そうですか。わかりました。じゃあ、1、2分待ってダメだったら、ちょっとできてる人のやつを見てやるという方向でお願いいたします。サファリだとすんなり出る。両方僕ら出てます。あ、本当。いや、先ほど私なんかサファリでやったらなんかすごいサクサク動いてくれたんですよ。あ、なんかわ、ちょっと何でしょうかね。その個々の端末でなんかこうキャッシュが溜まったりとかあるのかもしれない。ちょっと分かんないんですけど。ではちょっと1分ほど経ったのでちょっと見てもらってですね、ここでこのジョブの ID があって、まあツールトリニティでかけて、
実際どういったジョブだったかっていう確認するときはこれをクリックしますと、先ほどのかけたソリニティの画面に見ることができます。こちらのビュージョブですね。そこをクリックするとかけた時の、ジョブを一回確認することができるようになってまして、でここでインポートトゥギャラクシーインポートとしてみます。でもなんかここからちょっと僕自信がないんですけど、皆さんいっぺんにやられちゃうと結構混んでしまうと思うので、公衆の02から08の人がちょっとインポートをしてみてください。そうすると、まあ、この番号はあれだと思う、なんか順番にこう積み重なっていった番号なんであれなんですけど、インポートコンティグトゥファスターファイルというのがこう始まると思います。で、ヒストリーをちょっとリロードしてもらうと、実際ジョブが動き始めてるとグレーのボックスが新たに出てきて実行を始めてると思います。で今どんな状態なのかなと気になったときはアンダーバーの下をクリックしてもらうと実行待ちかどうかが分かります。皆さんいかがでしょうか。多分これでいいですよね。はいはい、はい、自分のところでやるとこれ2、3分で終わるん。さっきやってみたらなんかえらい時間かかっちゃってあれとか思ってた。行かないっすね。で、ギャラクシーのあれでもあるんですけど、まあこのヒストリーのところのクリックをたまにクリックすると実はジョブが始まったということもあるんですが、なんかちょっと行かないっぽいっすね。なので。申し訳ないんですが、これからやってる状態どんなになってるかというのをお見せする形で話をちょっと進めてさせていただきたいと思います。通常これぐらいのジョブだと自分のところで回してると 2、3分で終わるんですが、やっぱネットワークその他他に、処理していることがあったりするとちょっと遅れてしまうことが
ありまして、誠に申し訳ないですが、皆さんにはちょっと出来合いの結果をお見せするという形で話を進めさせていただきたいと思います。で、一回ちょっと私の方でこちら削除しまして、で、うまくいってる結果がありますと、このような形で、で、このビューデータというのを見ると、プレビュー表示が見れるような形になっております。これは先ほど、皆さんにお見せした、ファスターのファイルと同じものとなっております。で、次に、この読み込んだファスターを使って、この中にアミノ酸配列 ORF を決めたいと、思うわけです。で、どれを使うかというと、左側の、ツールのワークフロー、こうずっと下がっていきますと、アノテーション4、待てよ、ちょうどこちら真ん中下がっていって真ん中ぐらいですかね、アノテーション4デノボアッセンブルド SEQ ってこう書いてあるのがありまして、まあ、あのファスターの長さで切るフィルターとかも用意してあるんですが、これは先ほどトリニティの方で501以上取ったので、今回は、使いません。で、例えばゲノムをつないだ時なんかは、例えばそこの上で、まあ、ジーンスキャンなんかやジェンマークといった予測ソフトをかけることもまあ可能としてますが、今回は、トランスクリプトトゥー ORF といって、まあ、こちらのツールを使って、実行するようにいたします。先ほど話しましたが、もともとこれはトリニティのパッケージに入っているものを、こちらのギャラクシーに実装したものです。で、読み込んだファイル、読み込んだファスターを入れまして、で、ミニマム、ペプチド、レングス、デフォルトではこれ100になってるんですが、100だと、先ほど500ベース以上とやったので、もうちょっと長くてもいいかもしれませんが、一応まあ100でも、デフォルト分のやつで切って取ってくれるはずです。さらに、ストアンド、スペシフィティファイルというのを選んでもらいまして、まあ、あのどっち向きで読んでるかと、どっち向きからその、ORF を抜いてくるか、特に決めてない場合は、こちらの Not Stand Specific の方を選びます。で、データベース、これは、先ほど話しましたが、この中で、ドメイン、予測もやってますので、 PFAM のデータを使いまして、というかこれしか入れてません。で、次に、CPU、 これは18ぐらいが推奨です。で、18と入れてやって、これを、実行という形を行います。そうすると、ファイル、3つほど作成するような形になってまして、ちょうど実行の形3つ、出るように、ひっそりに、出るようになります。で、これがだいたいこの、ファイルだと20分ぐらいかかってしまいます。で、今回その出来合わせのやつも、用意しておりまして、
ちょうど、お渡しした、マニュアルの、最後から、2枚目の裏のところの、47あたりに相当するんですが、3つほど、ファイルが、できます。1つの結果は、アミノ酸配列の、マッチングの結果と、どれだっけ、一番最初に、出てくるのはこちら、その、はい、入れた、ファスターの塩基配列から、予測した、アミノ酸配列の結果、それとあと、もう一つがこれがあれかな、 P ファームかな、P ファームの、ドメインの結果、それぞれの、ファスターのファイル、それぞれこう、まあ、個々で塩基配列に名前がついてたんですけど、それに対して、まあ、例えばこうアクチンのものが当たってたとか、ポリプロ、プロテインのやつ、が、ポリプロテインじゃないや、アポリ、プロテインのものが当たってるといったものを一応出してくる。その他、あともう一つが、他の ORF の候補を、まあ、こう、数字なんですけど、これを、どこからどこまで当たってるというのを、まあ、出してくるような結果が返ってくるようになります。で、この後、ブラストをかけるんですが、その時は、こちらの、先ほどの予測したアミノ酸を使って実行するような形となっております。で、その場合、ブラスト P を、実行するんですが、この時は、こちらのブラスト P を選んでもらってやると、ちょうどクエリを何にするかで、こちら、先ほどの、7番だから予測したアミノ酸配列のものが入ってまして、でデータベース、これを何にするかを選びます。で、今回は、フグの結果なので、バーテーブルトン、これを選びまして、でブラストの結果に対しては一応エクスペクトのみなんですが、足切りを設定することが可能となっております。で、マイナス、E のマイナス20乗ぐらいだったら、まあ、そのままマイナス20と入れてもらって、もうちょっと高ければ50とかにすることも、まあ、可能です。で、ここでエクスキューズとやると、同様にブラストがかかるようになっています。で、通常ですとこれがだいたい5分ぐらいで終わるんですが、予定なんですが、違う。
その合算の結果はだいたいこのような形で、一つのクエリに対して、ちょっとあれだよね、ファイル見にくいな。見にくいですね。さっきの、あ、これや。一つのその、例えば、アミノ酸配列に対して、カクカクシカシカ当たってきて。もう一つの、クエリ、アミノ酸では、まあ、ノーヒットで返ってくるといった形で、まあ、結果が返ってくるようにある程度なっております。で、あの、まあ、配列、見た感じ、トリニティでつないで今回のやつに関しては、まあ、クエリがちょっと頭の方で、サブジェクトのデータベースの方が途中と入ってますので、ちょっと若干短めのものも、ちょこちょこ入っているような、気がします。で、大体、まあ、ある程度簡単なこういったものが入っているんだろうということは、予測をこのような形でつけられるというふうな形には作ってあります。で、こうした各、ギャラクシー上のような工事解析の工程、これらは、まあ、あの、こちらのツールを使って、実行しているわけなんですが、毎回このような形で、一個一個実行するのも煩わしいと、なったときに、こちら、あの、講習用のアカウントでは、サポートしてないんですが、実は、これらのツールをいっぺんにかけるワークフローといったものを、実行できるような形に、なっております。で、ちょっとその方法を、お見せ、いたします。で、この、一連の先ほどの、作業工程、これを、まあ、同じようにまた次回も繰り返したいというときは、こちらの、歯車の方をクリックしまして、で、どこだっけ、エクストラクトワークフローというのが、あります。こちらをクリックしてやる。そうすると、まあ、このような工程で、まあ、あの、最初にファスタを、取り込みまして、次に、トランスクリプトという ORF と、先ほどの、ORF を予測して、まあ、ブラスト P をかけるといったことを、実行したわけなんですが、これが一応、工程を記録に取りまして順番にかけることができるようになっております。で、これを、だっけ、あれ、エクストラクトワークフローで、まあ、クリエイトワークフローか、これをクリックしてやりますと、あれ、
ファンネームの、あ、すいません、エクストラクトワークフローだよね。エクストラクトワークフローで、あ、ワークフローをこのような形で、アンネームでやったので、ワークフローのところをクリックするのか。してありますと、このような形で、先ほどのワークフローを実行してやりますと、こちら、どういった工程で書けたかっていう、まあ、図が出てくるともに、またさらに編集も、可能と、なっております。で、これをもう一回、ランとやると、同様に、ランを始めるという形に、なっております。大体、主な工程というのは大体このような形でして、他にも、まあ、例えば、マッピングした結果を使って、スニップ図示したりとかも一応可能となっております。大体以上です。